Pedro Manoes. いやもう開幕癒しマンってマジで論外でしかないよ。昨日もモバイルでね、癒しやってるやつのせいで俺が狙われるっていう。マジで。家庭に回してからやれよ。ちゃんとゲームしろよ、まずよ。ちゃんとゲームやってるやつのプレイじゃねえだろ、まず。いやらしいし、何してんだろ、こいつよ。何やってんだろ、こいつ。回復もしねえでよ。マジで、セルケア持ってこねえやつって、マジで使い物になんねえやつらばっかり。不祥、非常事態のことは考えねえから。このフェンミンが回してるから、ぐだぐだ言ってらんない。フェンミンが回してる状況で、俺が助けないわけにいかないから。してんの俺よ。いやーこれジルってひどいやつだわ。もうダメだわ。しゃがんでるやつってマジで役に立たないから。このゲームしゃがむゲームじゃねえだろ。まず今の状態でしゃがむってマジで何すればしゃがめんの。逆に発電機回して走んなきゃいけねえだろ。むしろこのゲーム信用したらもうしゃがんで発電機回さない奴がいるっていう、致命的なハンデ抱えてるっていう。あの発電機がある状態でもしゃがんで、発電機が回ってるところ行って、人のところに行って発電機回すなり起動してもらえばいいのに、それをしないから。信用がしなきゃいいんだけど、県民が恐ろしく邪魔。一回吊るせてもいいから、ここの発電機2台回して、残り1台にして、ちょっと待ってもらって、で、県民が安全な状態作って、行かなきゃいけないのに、この状態作られるんだわ。
戦術も戦略もヘッタクでもないっていう。頭のいいやつならもう2台回るんだから、元気な状態保つんだわ。釣らせて。じゃないと勝てねえんだわ。バナ置かれてるかもしんないし、どうすんだよって話なんだわ、まず。エースが決めねえとこの試合負けるからな。デドバで、デドバのもうエース顔だよもう。もうデドバのエース、デドバヒロ、あの思いっきりの美しさ見えてるからこそ左にはいけねえんだわ、あっちの。回復してる人たちのところには。デッドバイのエースって、チームのためにやれるのがエース。試合状況も分析してる発電機が思いのほか回せねえパーティー。エースクラスがいない。まあ、エースは俺だから、まあ、あれだけど。だからこの状態で回してくれねえんだから向こう普通回してくれんだろうよ普通のパーティーで。俺がこっち、罠気をつける。はい、じゃあ7はこっちも頑張る。罠気を、罠ない、ダメな奴らは3人で回すから。あのね、諸葛亮、周遊、芝居、頭のいい人、いい子、職。それクラスなヒロちゃん。動き見るだけでわかる。3人で回す奴は脳筋プレイ。脳筋プレイ。チェイス、ロングチェイスがいいんだっていう人。頭のいい人は向こうエリア知ってるから。俺が狙われれば向こうエリアで回せんだから。頭のいい人は俺ができないのがノラモブ。俺が上手いっていう証拠。意図的にこっちに動くことでなぜこの状況が作り出せるかって言ったでしょ。こうなったとしても勝てるでしょ別に。チームで勝てばよくない？じゃあチーム戦で勝てばいいんだから。二人いるからもう直してもらうわ。ゲートを見てないっす。唯一の弱点は俺。ゲートどうすか？ゲートを見てないんすよ。全然。この弱点。この場所を流してて。流してて。ゲートはどう？何の？この人たち見てたんでしょ？え、ねえじゃん。ほら、もう動きが変になってるでしょ。もう完全にカメラのあれ。綺麗になってるんです。綺麗なんかふわふわして俺やってんだけど。マジ動きいいな。
んな感じだね。もう、あ、いたんだ。よっしゃ、いきまーす。これがひなちゃんデッドバレーです。確定一勝。勝利をもたらす奴をエースと言わずして何という。救助に行く奴はエースじゃない。チームのために駆け抜けられない奴をエースと言わない。ただの自己満。自己満野郎をエースと言わない。チームのエース。これがひろちゃん。このスタイルの方が正しい。だって当たり前。ひろちゃんがいるんだから。力が震える存在。これがひろちゃん。力が震える存在。言った通りでしょ。悪がない人は、一箇所で回そうとする。頭のいいやつ。